キュンキュン、飛んで霞が関、ラジオ川越編。皆さん、こんばんは。水玉こと、水崎玉木です。今日もやってきました。キュンキュン、飛んで霞が関、ラジオ川越編。新しいプログラムとしては、皆さんとこうしてラジオの前でお会いするのは2週間ぶりになりますね。前回は上福岡に私たち霞人が飛びましたけれどもね、これが結構ご好評といいますかね、びっくりしたよっていうね、ご感想をいただきました。ありがたいことに本放送が始まってからアーカイブの再生回数が100回は軽く超えまして、今どんどんと伸びている最中です。まあ霞が関のお店のご紹介ではありませんでしたけれども、たまにはお散歩会としてああいった会があってもいいのかななんて私としては思っております。また違う街に我々行くかもしれません。その時をどうぞご期待ください。そしてここからはご報告となりますけれども、先週の日曜日ですね、5月の26日に前々からお話ししておりましたナックルヘッドさんと一緒に神奈川県の伊勢崎町の150周年記念音楽イベントに出てきました。こちらにはね、番組のリスナーさんも来てくださったんですよ。もうね、私のありがたいお仲間たちがナックルヘッドさんの真似をしておりますけれどもね、そう、仲間の方たちが来てくださって、緊張する私をね、こう皆さんの相変わらずの笑顔でね、ほぐしてくれました。客席とまた舞台がとても近い距離でしたので、皆さんの素敵な笑顔を舞台上から拝見することができましたし、演奏している時には私は皆さんの後ろから拝見しておりましたけれども、とてもね、一体感のある気持ちのいいライブとなりました。おかげさまで大成功となり、これも一重に来てくださった皆様、そして応援してくださった皆様のおかげだなと思っております。改めてありがとうございました。そこでね、ちょっとね、気づいたことがあったのでお話をしたいかなと思います。いや本当にね、何気ないことなんですけれども、ジャンルの違いでね、同じ人の感覚というか持って生まれた期間なのに、お仕事のジャンルの違いによってこうも使い方が違うんだなって、ちょっと面白い発見があったんですよね。まあどんなことかと言いますと、例えばなんですけれども、私の場合、私はナレーター、喋る仕事をメインにしております。ですからこうして喋っている今もヘッドホンをしてマイクから帰ってくる自分の声を聞きながらお話ししています。よくそういった姿ね、テレビとかでも見ることがあるかと思いますけれども、なんでこうしてるかっていうと、まあ、しなくても喋れるんですよ。しなくても喋れるんですけれども、よりダイレクトに大きく自分の声が返ってくることによって、ちょっとした間違いにも気づけるんですね。例えばですよ、声優さんですとかナレーターですと、イントネーションがとても大事になってきます。まあこれ前もね、どこかでお話ししましたけれども、例えば昭和なのか昭和なのかね、あとは自分でこう喋っている原稿を読む時の、あ、ここちょっと今音が甘かったなって、喋りながらもう喋ってる時には原稿を先に言っているんですが、さっきのあそこの音甘かったなってわかるんですよね。ですからまあそれにつられちゃうと、また新たなところでちょっとつっかえてしまうとかも実はあることにはあるんですけれども、そういったね、自分の喋ったこと、それから音に関する耳は、まあ、長けているんじゃないかなと、少し他の方よりももしかしたら発展している部分があるのかななんて思っておりましたが、そのね、クロスストリートのライブのマイクチェックとか打ち合わせの時に、皆さんの音出しとかね、それぞれね、音を作ったりとかっていうことをこうやるんですね、 PA さんとともにね。でね、あのナクレートさんがご自身のね、調整の持ち時間の中で、としえさんが弾いたピアノのね、高音が立ちすぎると、それなのにまあその高音
全てがじゃあ立ちすぎるんだったらば抑えればいいことですけれども、そうじゃないんですって。あの黒鍵のところ黒いところね、そこは妙に弱かったり、白い鍵盤のところでも一音だけ妙にあの高いというか大きかったりね、音がね、そういうことがあるんだそうです。まあ、これはもちろんあのご本業の俊恵さんも気づいていたことらしいんですが、私にはねそれ分からなかったんですね。で確かに PA さんもうーんそうだね、なんか確かにそこだけ違うねなんて言って、じゃあこうしようか調整こうしようかっていうふうにおっしゃってましたけれども、まあ言われてみたらね、あそんな気がってしましたけれども、そうあのスピーカーを通して私がそのリハーサルというかを聞いていた時にはもうねこれ分かんなかったんですね。本当にねやっているからこそ分かる、そして音楽をねご職業にしているからこそ感じるようなその微妙な差なんでしょうけれども、そう私には分かりませんでした。ただお二人にとってはもうとても大きな違和感だったらしくてね、本番もちょっとその調整というかね違和感になかなか苦労しながらなさっていたというようなことをおっしゃっていました。いやこれっていうのはねやっぱりプロの耳なんだなと思いました。まあこれもちろん喋る私ですとか、あとは音楽家の方たちだけではなくて、皆さんにも独特のねあのご職業の耳とか感覚っていうのをお持ちなんじゃないかなと思います。本当に私の想像になってしまいますけれども、例えば建物のチェックをする方とかでしたらば、カンカンって叩いてね、あのいつもとねその音が違うからなんかどこかが甘いんじゃないかとか、あとはそうだな、何かこう異音がする、その音を察知するプロっていう方もいらっしゃるかもしれませんしね。そう皆さんの得意なこと、そしてご職業としていることに関してこう発達した感覚や器官、体の器官みたいなものがもしかしたらねあるのかもしれないなぁなと思って、あそういった見方はもう楽しいなと思いました。さあ話はちょっと長くなりました。今日ねちょっと私ね声が枯れてるんですね。お聞き苦しいところがあったら大変恐縮なんですが、この鼻声と声の割れ今日だけはちょっとお許しください。それでは今日も残り25分ぐらいかな最後までお付き合いください。キュンキュン飛んで霞が関ラジオ川越編、この番組は港屋食堂と日本セーフティエンジニア株式会社の提供でお送りします。改めまして水田誠、水崎珠樹です。ここからも一つご報告になりますが、先月5月の19日日曜日に川越でバーフェスタが行われました。そこには我らが霞が関からカフェバーケイズさんが出店なさいました。残念ながらね私ねもう風邪のもう一番ひどい状態の時で伺うことができなかったんですが、やはり番組をお聞きの方たくさんねバーフェスタに行かれた、そんな投稿をね SNS でよく見かけました。そこでね嬉しかったのが、我が番組とのねケイズさんとのコラボで生まれた霞の夜というあのカクテル、あれがね結構人気だったそうなんですよ。ちょうど番組にはよくメッセージをくださる方たちが行かれた時にねいろいろと観察してくださってたそうなんですね。そしたら霞の夜売れてたよって教えてくれたんですね。会場はもう盛り上がりがすごくて、かなりね長時間のイベントだったんですよね。朝10時から夜7時くらいまでだったような気がしましたけれども、もうね開始とともにお客さんがいらして、終わりまでね途絶えることがなかったんだそうです。ですからしのさんねお水一杯飲む暇もなかった、もうお手洗いなんかとてもじゃないけど行けなかった、そういうふうにおっしゃってました。まあそれだけねお客さんが来たということで
大変だった分でもとてもやりがいと充実を感じた、そして何よりも楽しいイベントだったって志乃さんはおっしゃっていました。そうだからこそね、こうもっとこうすればもっとよくお客様にね接客できたんではないかとか、改善点もたくさんご自身の中でね見出されたそうです。そう終わった後にお話をしてね、本当にね充実感の笑顔とともにその時の状況をご報告してくださいました。霞の夜も結構出ましたよなんていう風に言ってくれましたし、この番組を聞いてくださっている方はもちろん霞の夜って言ってくださるかとは思うんですが、何にも事前情報なしでそのイベントに行ってケイズさんのブースの前に立って、あ、このカクテル飲んでみよう、すいませんこの霞の夜っていうやつ一つくださいとかって言ったお客さんは必ずいると思うんですね。で、しのさんもお渡しするときに、はい霞の夜ですってきっと渡してるでしょうし、そうなんです、この霞の夜というね名前がいろいろな方の間でこう口にされたわけですよ。私はねそれが嬉しくて、いやーちょっと我ながらねいい企画だったなと思います。そしてその企画が終わったのにね、まあ、通常メニューとして裏メニューではありますけれども、しのさんもね作り続けてくださって、そしてこのイベントにもそのメニューを持って行ってくださって、本当にありがたかったなと思います。お越しになったお客様、そして霞の夜を作って提供してくださったしのさん、改めてどうもありがとうございました。今日は久しぶりにキュンキュンレポーターズさんからのレポートが届いております。今日はこれまでと違い食べ物屋さんではない、少しねまた面白い視点からのレポートが届いております。このレポートをくれたのはキュンキュンレポーターズ会員ナンバー1番大優さんです。それでは聞いてみましょう。はい、たまちゃんお久しぶりです。あ、申し遅れました。私、大優です。今日はねとある治療院にお邪魔してますのでお話を聞いていきたいと思います。どうぞ今日はよろしくお願いします。お願いします。自己紹介の方をちょっとお願いします。はい、片野正人と言います。霞ヶ関片野治療院っていうところで、まあ、一応僕、まあ、院長というか、まあ、一人しかいないけれど、はい、やらせていただいてます。いいえ、はいはい、まあ、ここ地元の出身ですね。はい、はい、中学校も鯨井中学校といった感じで、はい、まあ、なんとかやらせていただいてます。いいえ、はい、はい、まあ、片野さんね、はい、ここもともとはお父様がパン屋さん、ルパンってパン屋さんねやらせていただいて知る人ぞ知る、いやいやいや、パン、でもパンで僕は大きくなりました、うん、いやいやいや皆さん、ね、小中の時の友達も、まあ、結構遠方の人も買いに来ていただいて、はい、うちの親父がねパンすごいこだわっていろいろ作ってて、でそれでいろんなところで、はい、まあ、いろんなところから来ていただいたという感じで、はいはい、なんとか、まあ、実は今親父まだね白い幼稚園でパン作ってるんですけど、あ、はいはい、白い幼稚園、はい、地元のネタもう全部いいな全部徹底的に地元です、はいはいはい、私もね何度かじゃない何度もですねリパンさんで、まあ、小学生の頃とかね、はい、食べさせていただいて、地元では結構有名なパン屋さんって、ね、長年やらせていただいて、はい、パン屋さんもねちょっとなくなってね寂しいんですけどね。そうですね、はい、あ、パン屋さんのお話はさておき、ちょっと治療の方ですね、はい、どんな治療をやってるのかっていうのとか、ね、お話しいただければと思います。はい、まあ、接骨院なんですけれども治療院とかやってるね、はい、まあ、接骨院のイメージっていうとマッサージとか、はいはい、するってイメージが強いんですけど、そうですね、そういうのあんまり良くな、あまり好きじゃなくて。あ、そうなんですか。はい、まあ、近くに荻野先生、僕の師匠なんですけれども、はい、その先生も怪我を中心に見てるように、はい、まあ、怪我した人とか痛い人をちゃんとアプローチできるような、はい、治療できるような場所をしようかなと思って、まあ、僕自身もその後荻野先生のところでいろいろ学んだ後に、はい、東京の、まあ、帝京大学のその整形接骨院の帝京グループの方の、はいはい、まあ、はいはい、偉い先生の何の縁かで、それでその下で勉強させていただいて、はい、まあ、スポーツプロの選手とかそういう痛みに関しての治療の方を主にお勉強して、はい、でこちらに
帰ってきたっていう感じでしょうかね。あ、はい、そうですか。ね、私も今ねちょっと腰痛でお世話になってますけど、ちらっと見るとやっぱりあの中学生ぐらいのお子さん結構そうですね、 あの僕もガチのスポーツのいろいろ選手でもあったんですけれども、あ、はい、あのやっぱり いずれね、あの僕あのカーツレ FC っていうサッカーのチーム あのチームドクターをやらせていただいたんですけど、そ、あ、そうなんですか。かなり強くて、はい、まあ、そこをきっかけにいろんなあの選手がね、はい、あのプロを目指すような、はい、うん、その高いレベルで競技をやっていくっていうような方が、はい、まあ、おかげさまで集まってる感じでしょうかね、はいはい、なるほど、うん、いや、まあ、やっぱり地元だから、さっきも、ね、お話ありましたけど、うん、クジラ中の生徒さんとか、そうですね、この間の霞ヶ東中の生徒さんも来られるんですかね。クジラ中の生徒とかよりもやっぱりあのそのクラブチーム、あー、今クラブ部活とかじゃなくてクラブチームで、そうですね、いろんな中学校とか小学校が集まって、うん、はい、もう高いレベルでやっていくっていう感じ で、ね、だから坂戸、若葉、笠畑、はい、佐山のとかあっちの方まで結構広くね、いろんなチームが集まってるチームのでやってるから、はい、いろんなところから来ていただいてる感じですかね。そうなんですか、うん、やっぱりここら辺はやっぱり荻野先生がやっぱり特に有名でいい先生ですから地元の人だと多分荻野先生の方が多いのかなと思いますけど、まあ確かにあるかもしれないですね、うん、長年やってますし、僕もまあ先生に憧れてこの仕事をやったものですから、だからまあどっちかっていうとその坂戸、若葉、笠畑とか、はい、そっちの方の方から来てる人が多いかもしれませんね。なるほど、はい、はい、まあ荻野さん私もね行ったことあるって書いてたりする先生、ね、そうですね、うん、はい、わかりました、うん、霞で、ね、あの会員してどのくらいですか、うん、今もうね、まだ6年ぐらいしか経ってないですね。あ、まだっていうか、はい、でも6年結構経ってそうですね、おかげさまで6年なんとか、うん、うん、はい、あのキャリアの方はね長いんですけど、はい、開業するまでにまあいろいろ都心とかいろんなところでお勉強してきたんで、はい、それでいろいろあってやっとそのここ来てまだ6年ぐらいかな、10年経ってないですね、はい、7年って感じでしょうかね、はい、はい、うん、まあ地元でね密着して ね、 そうですね、やっていけるといいかなと思います。はい、はい、はい、うん、まあと、まあ、この治療院としての PR みたいな、うん、まあ、こういう器具、まあ、あ、使ってとかそういうのがあれば、はい、そうですね、先ほど話したように痛みに対してすごく僕は強いので、痛みとか、はい、あと怪我ですね、はい、マイクロカレントってこれプロの施設、スポーツ施設、はい、メディカルルームとか、はい、そういうところで使ってる機械、あとハイボルテージとか、あとレーザーとか音波みたいに、これも、WBC とかワールドカップなんかでも実はこれ持ってった機械なんですけど、ワールドカップ、うん、うん、プロの選手がこう使ってるような、まあ、僕もそういうところでお仕事してたので、はい、そういう機械を入れる機械が。あるから、まあ、痛みに対しては、はいはい、そういった意味では、まあ、テーピングもね固定もできますし、応急処置なんかもできるんで、はい、そういうふうに痛みに対して怪我とかじゃね、はい、いろいろそっちの方が得意分野かな、痛みに関して、痛みに関して怪我とかね、はい、うん、テーピングとかなんか仕事、一般の人でも仕事しなきゃいけないっていうのを、はい、固定して、はい、仕事もできるような感じにするっていうのはちょっと僕頑張ってるところですね、はいはい、なるほど、うん、ね、最新の機械とかね入ってる感じですからね、はい、ぜひね、まあ、痛みっていうか、あ、なんかそうですね、何か怪我した時には、ね、一度ご相談していただければいいかなと思います。そうですね、はい、はい、まあ今後の抱負か何かありましたら、はい、そうですね、今これからもちょっと痛みに関してやっぱりどんどん強い痛みとかねアプローチしていくっていう感じで頑張っていこうと思うので、はい、まあ、何かあったら何でもいいからいろんな他にもいろいろ勉強してきてるんで、はい、IQ 持ってますし、はい、あったらご相談いただければいいかなと、はい、いった感じですかね、はい、うん、あ、そうですね、はい、今日本当ありがとうございます。いえいえいえ、まあね、なんかこういう治療院とかだと高齢の方が多いのかなと思いますけど、若い方多くて、そうですね、うん、若いご高齢の方は逆に来ないです。そうですか。よっぽど怪我とか転んで大怪我とかしない限りは、ご高齢の、うん、だから凝りに対してはできるけど、うん、あんまりその凝りとかそっちの方ではあんまり来る人いない感じだからね。はい。なんか若い人向けって感じしますね。もう本当に。じゃあ自分が若いと思ってる人はここぜひ。
ていう感じかもしれませんけど、痛みが強い時は何でもご相談くださいと、うん、はい、言った感じでしょうかね。はい、わ、はい、かりました、はい、どうもありがとうございます。はい、すみません、ちなみにね、片野先生はですね、あの私とたまちゃんの、同級生がお兄さんにあたって、ね、はい、お父さんがここで今ね、会員してやってるということで、はいはい、まあちょっとそういう縁もありまして今回ご紹介させていただきました。はい、お店とかね、ミュージシャンの紹介が多かったりするんで、はい、たまにはこういった治療院さん紹介するのもいいのかなと思って、はい、今日はこういった形でレポートさせてもらいました。はい、どうもありがとうございます。すいません、はい、いかがでしたか今日のレポートは。またね、これまでとは少し違って聞き応えがありましたね。やはりかつてはラジオ番組を自分でも持っていた大優さんだけあって、質問のねポイントもしっかりと捉えてくださって、またそのね質問に丁寧に答えてくださった肩の治療院の肩の先生、本当にありがとうございました。痛みを取ることを第一に考えている、そんな風におっしゃっていましたけれども、ご自身もね格闘技をなさっているということですから、アスリートの気持ちになっていろいろと治療に当たれるというのはとても強みですよね。サッカークラブのチームドクターなんかもやってらっしゃるということですけれども、病院には高度の治療機器があるということで、今ね痛みに苦しんでいる方、どこに行ってもその痛みが小さくならないとか原因がわからないって悩んでる方多いと思うんですよね。特にご年配の方に多いかな。私の父なんかもね、例えば足が痛い、あそこが痛いって言ってるんですけれども、とにかく病院に行っても年のせいなんですとかって言われちゃうこともあるんですって。でね、それでね、うちの父はね気が早いもんですから、もう二度と行かないなんて言ってへそを曲げちゃうんですけれども、こうして痛みに寄り添ってくれる先生というのは心強いですよね。まあ、何もご年配の方だけでなくてね、我々大人もそれから子供も何かあった時に本当に頼りになる場所だと思います。ホームページを拝見しますと、お休みは水曜日、そして土曜日の午後がね三角マークなので、詳しくはねあのホームページ見ましたとか、ラジオ聞いてちょっと痛みがひどいんです見てくださいって言って、ぜひね霞ヶ関肩の治療院行ってみてください。駐車場も3台完備ということです。そして夜の8時まで、水曜日土曜日を除く夜の8時まで診療なさっているということですから、今何か困っていることがなくても、そう、私たちはいざという時にね、こういう病院があるんだって知っておくだけでも心の保険になると思います。そして私にとってこの肩の治療院さんは懐かしい場所でもあるんです。かつては同じ場所でパンのねルパンというお店があったんです。こちらはね、私が小学校の頃とかよくお世話になりましたよ。母に頼まれて、ルパンさんでパン買ってきてって言われて、で、ね、頼まれたパンと好きなパンをね買って帰ったなんていう思い出もありますけれども、実はこの肩の治療院さんのマークなんですけれどもね、かつてのルパンのパン屋さんのロゴマークをねそのまま受け継いだんだそうです。こういったところもね家族の愛じゃないですけれども感じますよね。こんな優しい先生でしたらば、皆さんも安心して見ていただけるのではないでしょうか。医療保険も使えるということです。ぜひ何かの際は肩の治療院さんお世話になるのがいいかと思いますよ。キュンキュンレポーターズ会員ナンバー1番の大優さん、そして肩の治療院さん、素敵なレポートどうもありがとうございました。ここからはいただいたメッセージご紹介したいと思います。その前に一つ皆様にお話をしておきたいことがあります。まあ、冗談半分なんですけれどもね、この番組ある一定の方が優遇されてませんかみたいなね、ちょっとご意見をいただきました。
まあ、確かにね、自覚はあります。別に優遇しているという意味ではなくて、同じ方のメッセージを結構連続で読んでいるなという自覚はあるんですが、これね、逆を言うと皆さんね、メールでメッセージいただくことがねないんですよちょっとぶっちゃけますけれども、そう、皆さんね、私がよく行くお店とかでもね、きっと馴染みがあるからでしょうね、直接いろんなことを言ってくださるので、あえて文章にして、しかもメールで番組にメッセージを送ってくださるという方が、このキュンキュンに関してはなぜか少なく、いただくのがその方になるので、まあね、聞いている皆さんとしては同じ方がいつも読まれる、採用されると思ってしまうかもしれないんですが、ぶっちゃけますとね、この方がいつもありがたくメッセージをしたためてくださるんです。さあ、今宵もお読みいたしましょう。いただいたのはラジオネームあわちゃんです。ありがとうございます。タイトル、頑張り屋さんの玉木さんへ。あら、なんでしょう。玉木さん、こんばんは。毎週霞が関の話題を楽しく拝聴しています。ありがとうございます。玉木さんのエンジェルボイスを聞けるこの飛んで霞が関、とっても大好きなんですよ。 ありがとうございます。今日こんなガサガサで悪魔のような声ですいません。玉木さんが一生懸命に編集して作られる番組だからこそ、皆さんに共感を与えることができるんですよね。でもね、その裏で頑張りすぎてはいませんか。玉木さん、どうかリラックスして番組作りをなさってください。玉木さんがお一人で作られている大切な番組です。玉木さんのご健康とご体調が第一なんです。これからも健康にはお気をつけて、お元気で素敵な番組お届けくださいね。毎週楽しみにしています。いつも素敵な番組をありがとうございます。玉木さんのご健闘を願って、といただきました。ありがとうございます。もうね、今なおさらこの言葉が身にしみるかな。ねえ、風邪でこんな風な声になること私も珍しいんですけれどもね。私はね、結構1週間お休みしっかりと取ったつもりなんですが、治りきらなくてね、こうして皆さんに聞きにくい声をさらしてしまっているわけなんですけれども、ありがとうございます。そうですね、私一人で作っている番組です。もちろん応援していろいろと力を貸してくださっている方はたくさんいるんですけれども、体調管理をしっかりして、霞の良さ、霞の元気なところ、私らしく、これからも元気いっぱいご紹介していくつもりです。あわちゃん、素敵なメッセージどうもありがとうございました。今日もエンディングの時間がやってまいりました。ここで番組からのお知らせです。今月からですね、毎月1回程度になりますけれども、メルト川越西文化会館さんの情報コーナーをお届けすることになりました。イエーイそうなんですよ、メルトさんで行われるイベント情報ですとか、今メルトではこれが熱いみたいなね、ホットな情報をお話しいただければと思っております。初回は来週、再びあの方が登場ですよ。ぜひ楽しみに待っていてくださいね。今日も聞いていただきありがとうございました。ここまでは私、水崎たまきがお届けしました。キュンキュン飛んで霞が関ラジオ川越編、この番組は港屋食堂と日本セーフティエンジニア株式会社の提供でお送りしました。